同士です。あ、今日はね、僕の、学生時代のお話をね、したいなと思うんですけど、やっぱり今、6月にね、こういう卒業の話をするっていうのは、ちょっとなんか、やっぱり時期外れな感じもしますけど、やっぱりね、そうですね、なんだろう、やっぱ、もう、学生時代っていうのはね、特にこの春夏秋冬、その四季の中でね、もういろんなイベントがね、やっぱり本当、走馬灯のようにね、やっぱり蘇ります。で、もうあの頃はこういうことして本当楽しかった。もう決してね、楽しいことばかりじゃないですね。まあ、辛いことも本当、結構ありました。でもね、その辛さを乗り越えてね、なんか、ね、楽しみをこう見つけていく。で、仲間たちとね、いろんなところをね、まあね、行きました。それ山だったり、川だったりね、海だったりね、まあ、いろんなところね、遊びましたしね。あの頃本当ね、やっぱり10代の頃って、ね、何やってもね、本当辛いってことないんですよね、本当。いやー、だからいろんな思い出をね、思い出して、やっぱりその中にやっぱりいろんなこの名物先生とかやっぱりいてね、もうあの先生本当ね、よく叱られました。だから本当ね、ちょっと僕は悪さしてね、で、まあクラスのやつがね、おい野口、お前担任が呼んでるというね、担任が呼んでる、この言葉を聞いてね、ビビらなかったやつはね、僕らの仲間じゃなかったね。で、担任が呼んでる。必ず来るんですよ。もう、グーか。ね。もう、バカ。だからね、僕も覚悟を決めて行きました。コンコン。それで、失礼します。あ、野口が。お前、なんで呼ばれたか分かってるのか。覚悟してまいりました。そうか。で、その先生っていうのはね、もう聞くんですね、はっきりと。原稿がいいか、ピンタがいいか。で、僕はね、そこでなんか話題にごまかすんじゃないかと思ってね。よし、野口、まあどっちがいい。そして僕はですね、これでいいです。そうしたらその先生の顔がね、グッと変わりましたね。お前、野口、先生舐めるんじゃない。先生がそれくらいのことで生徒に負けると思ってるのか。お食いしばい。とやられましてね。いやー、その原稿が本当痛かった。でも痛かったんですけど、でもなんかね、その痛みっていうのが、やっぱり年月とともにね、いろんな、やっぱり、あれを感じますね。その憎しみとかそういうのはないですね、やっぱり。なんか熱かったですよね。まあ、随分ね、話が長くなりましたけど、まあ、そういうわけで、学び合いということをね、聞いてください。
この頃わかったんです、社会に出てから苦しみた先生、この頃会いたいんです、俺は今真面目にやってます、社会の荒波に飲まれ、先生今度会いたいな、思えばいろいろあったな、秋の日のまさに修学旅行、思えばいろいろあったな、冬の日のクリスマス歓迎行こう、さまざまな思い出がよぎり、我らの学びや灯火、さまざまな思い出がよぎり、学びや青春